ここは高知県仁淀川町です。そしてここは別子地区。この別子地区の山中に都という雅な名称の集落がありました。今回はここ都集落へ行ってみましょう。現在いるのは仁淀川町別子松原というところです。大戸ダム湖畔から都集落を目指して進んできたのですが、途中の集落に寄り道をしたのでなかなか目的地へ着けません。ここからは都集落へまっしぐらに進んでいきたいと思います。ここで岩屋川を右岸に渡ります。ずっと岩屋川に沿って遡っているのですが、この辺りはもう上流域と言えるでしょう。ここで再び左岸に渡ります。左側から車が来ました。ここで車が出てきた左の道へ入ります。右へ行った先には清掃という集落があったようですが、今回はスルーします。なお清掃という集落にも人は住んでおらず、消滅集落だそうです。川下には芋斧という集落があったし、この辺りは芋のつく集落名が多いのはなぜでしょうか。集落名はそれなりの理由があって名付けるのでしょうが、そこまで深くは分かりません。なんだかこの先に集落があるとは思えないような様相です。すると道端に家があります。明らかに廃屋のようです。木造2階建ての民家のように見えます。そして隣にも2階建ての建物がありました。どうやら建物は2軒ありますが、1世帯の民家のようです。
何とも寂しく、わびしい風景です。しかし、谷川に目をやると、そこは躍動感にあふれています。生き生きとして、心弾ませる自然の姿がありました。かつてここには人が住んでいたのでしょう。10人もいる大家族だったのかもしれません。すぐ前の川は子供たちの遊び場だったことでしょう。廃屋とは好き勝手に思いを馳せることができるもの。そして思いを馳せるほどにわびしく切なくなるのです。山深くなって谷川が狭くなってきました。谷川の水は落ちるように流れます。古い橋がありました。橋の向こうには何があったのでしょうか。橋はもう使われていないようです。また橋があって、今度は右岸に渡るようです。橋を渡ると薄暗い杉林です。そしてここで道が分かれます。宮古集落は左に行くようです。雨が降った後だからでしょう。谷川の水は随分と多い感じです。谷間には急流の水音が響き渡り、鳥の声などかき消されます。木の枝には糸苔が垂れ下がり、ここが深山幽谷であることを物語っています。こうした情景を最近の言葉でエモいというのですね。ここにも使われなくなった橋が残っていました。この橋を渡って山仕事に行ったのでしょうか。
谷川へはさらに小さな谷川がチロチロと流れ込んでいます。これは本当にエモい風景です。さて、左に大きくカーブして進んでいきます。ここからは谷川を離れて山に登っていくようです。急な道をぐんぐんと高度を上げていきます。都は別子地区の最南端の集落で、鳥形山の西北側の中腹にあります。地質は石灰岩で、じゃがいもや高冷地野菜に適しているそうです。およそ430年前の長曽我部地検帳には都の村とあり、都とも都のとも呼ばれていたようです。都集落は伝説の里と言われ、平家伝説の残る集落です。都集落の平家伝説とは、壇の浦の合戦で受水して亡くなったとされる安徳天皇が、京都山城の国金子城主平重則ら75人の従者とともにこの地に落ち延び、この地で暮らしていたが、18歳にて崩御されたというものです。平重則は源氏から逃れるため、中山重則、そして山内信介と名前を変え、安徳天皇が崩御した後もここ都集落を開拓し暮らし続けました。しかし土佐の国高知県を山内家が治めるようになると、土佐の城主山内家と同じ名字ではおこがましいとして、西森姓に改姓したと記録されています。さて、相当上がってきました。そろそろ集落のようです。道の傍らに桜並木が見えてきました。小屋もありました。桜並木の先には竹やぶがあります。桜も竹も人間が植えたものなので、集落に入ったと思われます。着いたようです。ここが別子都集落です。これが都集落です。わかりやすいように方向を展開します。ここが今着いた場所です。はじめに
この民家に行ってみましょう。右の道路は鳥形山へ行く道路で、左の道を下ります。草木に埋もれていますが、石垣があり畑だったことがわかります。人がいる頃は草一つ生えないくらいに耕し、手入れしていたでしょう。民家が見えてきました。山の中にポツンと佇んでいる民家です。珍しく平坦な場所があったので、先人が家を建てたのでしょうか。暮らしやすそうな佇まいです。人が住んでいないのか、住んでいても耕作放棄したのか。畑には夏草が生い茂ります。ここ宮古集落に住んでいるのは2個だそうですから、その1個はこの家なのかもしれません。道路に戻りました。今度は道路から上がっていきます。こうして道を歩いていると、集落の中にいるような感じはしないのですが、よく見ると畑の跡があります。ずっと上まで段々畑です。建物も見えてきました。道が分かれる三叉路に来て、水音が高くなってきました。見事に苔むした水槽があって、湧き水があふれています。湧き水がある現在地はここです。この湧き水は都の海渡水といわれる湧き水で、壇ノ浦の合戦に敗れた安徳天皇と従者一行がこの湧き水を発見され、ここに定住したのだそうです。海渡水のそばに地図があり、神社や安徳天皇の御陵も記されています。そして海渡水の近くには民家もありました。廃屋とは思えない
木造2階建ての古民家です。それでは海都水から右に行ってみましょう。方向で言えば南に向かっています。家があります。ここ宮古集落で昭和11年に生まれたという人は、私が子供の頃は23世帯あって、芝居の巡業が来ることもあり、山を越えて見に来る者もおったと言います。昭和11年生まれの人の子供時代といえば昭和20年代でしょうが、107、80人の住民がいたのでしょう。この家はもう廃屋のようです。下の方にも赤錆びた屋根が見えます。そしてこちらにも民家がありました。今いるのはこの場所です。それでは民家を訪ねてみます。集落で住んでいるのは2人ということなので、この家にも住人はいないようです。家の前の畑には栗の木がありました。今年も栗の実は実ったようです。下の方にあった赤錆びた屋根の民家です。この家は夏草が多くて生きづらいなと思っていたら、その下側にも廃屋が見えています。そちらの方へ行ってみましょう。これは見るからに廃屋です。もう廃屋になって30年以上経っている感じです。それでも屋根がしっかりしているのか崩れてはいません。さて道に戻りました。道のそばに広場があって日がありました。日に書いてあることは、この地が別子小学校の発祥の地であり、当時集落に住んでいた西村貞平という人が学校設置に尽力したとあります。ここに学校があったのでしょうか。明治時代、こんな山の中で学校設置に尽力するというのは先見の明がある人がいたものです。集落には不似合いな
新しい家があります。そしてこれは年輪を重ねた欅です。悠久の年月、宮古集落を見守ってきたのでしょうが、樹木にして言葉なく、目して語りません。この家は集落を出た人が定年を迎え、郷里に建てたセカンドハウスだそうです。ふるさとに住むのが夢だったそうですが、今は時々訪れるのだそうです。この宮古集落を離れたのが31歳の時、子供の学校や将来を考えて踏ん切りをつけたのだそうです。小高いところにあるのはお堂でした。古くからあるのでしょう。時代を経たものだけが醸し出すわびしさを感じ取れます。お堂は観音堂でした。そしてお堂の傍らには和歌が刻まれていました。宮古集落への思いの丈が読み込まれています。芝水の峰とは今いる場所の地名で、ここに小梅の木があって、安徳天皇がその小梅の葉っぱを吸ったことから芝水の峰と名付けたようです。宮古集落をふるさととする人たちにとってはかけがえのない場所なのです。お堂から見下ろすところにも民家があります。地図上ではここになります。なだらかな坂道を降りていきます。見渡す山々は植林された杉林ですが、この集落出身者は、わしらが子供の頃は杉林は一つもなく山一面が黄金に輝いていたと話します。黄金に輝いていたというのはこれ、三つ又です。三つ又は千円札や一万円札など紙幣の原材料となるものです。昭和の中頃まで山肌には三つ又の畑が多かったのです。さて民家まで降りてきました。この家は人が住んでいそうに見えます。畑には野菜が植えています。鹿やイノシシなどが入らないように金網が張っています。この家の人は町に住んでいるそうですが、時々帰ってくるのだそうです。セカンドハウスといった感じでいいですね。そしてこの家の裏山にも民家がありました。
藪の中に隠れるように民家があります。上のお堂から見たときは藪になっているようには見えなかったのですが、行ってみるとまさしく藪の中でした。大きな柿の木があって、民家があります。壺が転がっていますが、ここは家の庭だったところです。そしてここは地下室でしょうか。人間が立っていられそうな地下室です。もう廃墟になって長い年月を経た感じです。結構大きな家だったと思われます。大家族が住んでいて、笑い声が絶えなかったかもしれません。昭和、山間集落、その暮らしぶりが見えるような廃屋です。これは焚き木や荷物を背負うしょいこというもの。何か鳥が家の中に飛び込みました。鳥が巣を作っているのでしょうか。もう間もなく崩れ落ちるかもしれません。今度はここに行ってみます。こちらは方向でいうと集落の東側になります。目の前に小屋があって、その上の段に民家が見えているので行ってみましょう。山間部によくある木造の民家です。入っていきます。奥にもう一棟あって、こちらが住居のようです。池があって、なんと鯉が一匹泳いでいます。この鯉、餌はどうしているのでしょうか。自然の中だから、餌となる虫などが落ちてくるのかもしれません。家はきれいに整頓されているので、時々は帰ってくるようです。次は下の段にある民家です。木が茂っているので、どこが入り口か分かりません。木の間から入ってみると、縁側のある民家でした。
南向きの家で縁側に日が差し込みます。よく見ると丁寧な大工仕事を感じさせる縁側です。この家を建てた時、まさか家を出ていくことなど思いもよらなかったことでしょう。廃屋は時代の流れを一目で見せてくれるのです。さらに下の方にも民家がありました。ここは藪が深く、高い石垣の上を歩いていくので危険でした。やっとたどり着くと、やはり民家でした。山間部には納屋と民家があるので、屋根を見ただけではわからないのですが、これは民家のようです。人が暮らした痕跡はありありと残っています。東隣にも建物があるけれど、こちらは納屋かもしれません。とても藪が深いので、カメラが入るのは難しいところでした。今度は集落の上の方へ行ってみます。こんなところに小さな祠があります。青葉の笛、笹葉大明神と書かれ、ここも安徳天皇の伝説がありました。この地に落ち延びた安徳帝は、侘び住まいの中にも京を忍び青葉の笛を吹いていました。ある日、安徳帝は里人と共に花見に行くその途中、この笛が笹になれと青葉の笛を地面に逆さに刺し、ここから外に芽を出してはならぬとすすきで円を描かれました。その後、今も昔も変わりなく描いた円の中に数百本の笛だけが群生しているそうです。確かに祠の周りに竹があります。小梅の葉っぱを吸ったり、青葉の笛を吹いたり、安徳帝は子供として遊んだのでしょうか。そして祠の東には民家がありました。この家も昭和20年代には23世帯あったその中の一軒なのでしょう。さて、海都水のところに戻ってきました。今度は海都水から左の道に行ってみます。しばらく上がっていくと、ひときわ立派な民家がありました。
やってきたのはここです。この家は朱家屋敷といい、安徳帝をお守りした山内信介の45代目西森家です。今から800年以上の昔、この地を開墾し、地名を都と名付けて、この地で暮らし続けた名家なのです。西森家からさらに上に上がっていきます。周りはずっと段々畑の跡です。生きるために、食うために、懸命に築いた石垣が虚しく横たわります。ここにも建物の残骸がありました。民家があったのかもしれません。さらに上がっていきます。すると石碑がありました。真新しい石碑で碑文が書かれています。白王八幡宮に着きました。白王八幡宮があるのはこの場所です。この白王八幡宮の白王は孔という文字を分解して書いたものだと言われています。平家の落ち人伝説の残るところではよくある事例で、源氏の追手を逃れるための手段と言われます。またここ都集落を都とか都のと呼ばれていたのも同じ理由ではないでしょうか。平家の再興を願い、こうと書きたい、京に登ることを夢見て都と呼びたい、それは密かな願いなれど堂々とは使えない、隠れ住む者の悲哀が伝わります。そして
白王八幡宮には焼けの権現も祀られているようです。がんなどいかなる難病にも霊源あらたかであると言われ、願掛けする人が絶えないそうです。また白王八幡宮への参道から少し上がったところに祠がありました。ここには山内信助を祀っているようです。それでは次に安徳天皇の御陵といわれる場所へ行ってみましょう。白王八幡宮と反対側の山に登ります。着きました。ここが安徳帝の御陵とされる場所です。集落の上のところになります。高陵伝説地と書いた石碑が立ち、しめ縄が貼られています。安徳帝の御陵とされるところは各地に多数あり、ここもその中の一つのようです。同じ敷地にあるこの小さな祠は安徳帝の乳母を祀っているのだそうです。75人の従者と乳母に守られながら安徳帝はこの地で暮らされたのでしょうか。令和4年2022年9月17日台風が接近する中で都の鐘踊り、別名都踊りが奉納されました。朝から白王八幡宮には関係者が集まり、準備に追われます。都踊りを見物する人たちも集まってきて、山深く静かな山里がひとときのにぎわいを見せます。踊りを前に神事が執り行われました。そして鐘を打ち鳴らしながら安徳天皇御陵へと向かいます。静かな山あいに鐘と太鼓の音が響き、山の動物たちもびっくりしたことでしょう。踊り手の一行は御陵へ着きました。踊り手、見物者ともどもに御陵に礼拝します。そして都踊りの奉納です。Oh.
20分ほどの御陵への奉納を終えて白王八幡宮に帰ってきました。そして今度は白王八幡宮への奉納です。こうして何百年も続いてきた都踊り、この踊りが続く限り伝説の里都集落もあり続けることでしょう。